今回の私たちのプラスは5668枚。これいつぶりよ、5000枚以上の純粋なプラス。2022年なかったんじゃないかぐらい。いや記憶にない、マジで。しかもパチスロでね、2人とも。そうない。ちょっと2023年、俺たちの年です。マジで全然大げさじゃなくて、そう、席巻すると思う。年末年始特別企画で、まあ、北海道行こうぜみたいなのももうほぼ大丈夫じゃない、はい。まあ次回もまあ最後またもう一回ありますけど。でしょ、また勝てばいいでしょ。また勝てばいいです。今日と同じことをもう一回やればプラスまんまです。簡単だな、もういいのかな、嫌われないかな。なんか番組変わっちゃうかもね、今までのクズ音とは。まあ、ちょっとね、ちょっとガチ実践番組というか、ちょっと勝ち続けるならまあメッシマズ的な。まあだから2013年は僕ら基本的にはにかんでると思います。いいのかな。はい、大木さん、うん、やられることになりました。え、何これ、鏡餅。どうするの、そんなにあって。え、やっば、暑いな。え、寒いよ。どうぞ。はぁ、財閥の息子、俺。大木さん、はい、六角出したんで。あ、マジですか、六角ボーナス。ボーナス、え、うち六角ボーナスあんの。あります。やった六角出したら1000円もらえるんだってさ。オーケー、イエーイ。明日はどんじゃら、うん、一発目、はい、一発目じゃない、何か埼玉、あ、埼玉一発目ね。そうよ、いや新年一発目って聞こえて、何先週のこともう忘れた、悲しかったわ今。さっきないじゃん。いや忘れるとかでもあるやん。埼玉一発目、埼玉一発、埼玉一発目とか言う必要ある。あるよ。そうか、埼玉大事やもんな。そうよ。はい、やっと参りました。どんじゃらさんで、よし、まあ、何言っても勝てるからな。今日下見いらんのじゃないって言おうとしたけど。うわー、幼女戦記あるやん。これ幼戦記いきたいんだよな。何で勝ちたいやから、大事なのは。まあ、勝つことは当たり前で。そう、全部勝つから。何で勝ちたいから。俺、何の6打つかない。もう6しか打つかない。そうか。何の6打つかが。一応だ、パチスロで6打ったら勝てるやん。そうなの？そうよ。簡単じゃない？簡単だよ。明日がね、まあ一応、まあ、5回やってる中ではまあ最後の戦いになるんで、はい、まあ明日で1回区切って、まあ、北海道に行くための感じの資金というかね、あれが決まるんですけど、まあ、前回かなり勝ってるんで、はい、やっちゃったね。ね、まあまあいい流れで来てますよ。で、まあ明日ね、最終戦の店がどんじゃらさんってこともあるんで、まあ、また設定にも期待できるし、はい、明日も、まあ、この流れで行けばなんか抽選も良さそうな気するんやけどね。まあ良くなくても勝つやろね。どうやって負けるんかなって思ってる。いや、それ単細胞すぎだよ。2022年まで話をする。いや、まあそうだね、2023年負けてないからね。上昇番組やから。まあそうよ、今2023年全勝ですって言っても嘘じゃない、嘘じゃないからね。ちょっと曇りやな。ちょっと晴れ間が欲しいな。晴れです。あ、晴れがおった、よかった。晴れ間発見。日光です。あ、めっちゃ言ってますよ。え、どこですか、これどうしたいですか。まあ、70番ぐらいですね。少ない、70人ぐらい。いや、もういつもよりはちょい少ないけど。そうよ。まあでも多いよ。
昨日言ってたやつを取りたかったら10万円ね、7分の1か。そうでも俺らさ、あのこの前だってさ300人ぐらいの時も40番ずつ引いじゃん、2人で、まあ、あの時はそうだね、10分の1ぐらいでしょ、8分の1、2人で2ゲーム連続でなんかあれを不可能ではないね、突破したからいける気しかせんと、せんせーの58と58、はい、そう、やっちまったな、どうしたい、まったり行こう、はい、おはようございます、おはようございます、どんじゃら会館さんやってまいりまして、うん、なんかちょっと先見えちゃったけど、あ、そんなことあるんや、取れちゃいました、幼女石器、でもさ、でもさ、ありがとうございます、入ってさ、右に行ってるってことや、行ったよ、行ったんや、俺も行ったらよかった、右なんか取れたかもな、いや、取れない、取れない、無理やった、僕らスイッチやもん、まあ、僕はあの角のファンキージャグラーをとりあえず押さえてみました、これ作戦通りやから、あと勝負は翔さんにしてもらって、そうね、俺も深追いせずに、幼女も金入るやん、結構入る入る入るやから、まあ、パチンコもあるんでね、そうそうそう、まあ、僕はまあ本当にだからジャグラーでコツコツやって、うん、最後に50エボでバーンってやれたら一番いいかなと思って、プラス分とかね、はい、うん、でまあ今回前回はねちょっと大フィーバー起こしました、あすごかったね、プラスが今、うわこんなにこんなにあんの、3番組みたいになってますけど、すごいねというところでお金ございますか、じゃあ5万円、はい、いつもどり持ってきました、これが今日なくなるお金たちか、なんでそんな卑屈なのよまだ始まってこないよ、ごめんでさ、今年全勝なんやから俺たち、俺たちまだ最強状態から、あ、そっか、うん、まあ、じゃあ5万円僕5ね、はい、まあ、ジャグラーなんで僕は、まあ、正直なくなったら全然もあの取り切ってもらってもいいんで、まあ、上昇軍団なんで、はい、まあ、しっかり勝って北海道にね行きましょう、行ってきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします、はい、はい、じゃあスショット凪斗クズだ、おがし、おがし、六角トロフィー、おお、トロフィー来た、幼女打ちまーす、1枚目、いやまさか取れると思わんかった、じゃあ今回は僕が攻める中銀さんがディフェンスといきましょう、おそらくリセットはしてくれてると思うんで3分の1で天国か、いろいろと朝一はちょっと恩恵結構ありありな台なんで、それ生かせたらいいな、まずは、ただこの台はね AT が重いのよ、本当にとにかくいきなりそれでハマっちゃうとねお金入っちゃうんで、それは勘弁していただきたいな、今日僕はジャグラーです、負けない立ち回りディフェンシブ、翔さんが幼女戦記取れたんで、まあ、そういう攻めの部分は翔さんにお任せして、まあ、本当にコツコツ、たまには朝ジャグもいいじゃないと、1万円でうんともすんとも言わんかったらやめやな、まあ、パチンコもあるし、まあ、秋田も出てくると思うんで、これダメなら50倍いくかもしれません、翔さん勝ってたりすればねいけるんだけど、めっちゃ落ちてくれてるっていうぐらいって言ったらまた来たわ、すごいな、11回目、逆にこんだけスイカ引いてね、何もアクションがないってのも良くないところではあるんだけど、嘘やん、少々お待ちください、やめづら、設定10ぐらい落ちてるスイカ、 OK 助かった、380回でちょっとハマったけど、まあまあまあやめてやめて、それはもうこれ中はねリプレイの240分の1引くしかない、お赤いね、チャンスリーマジか、それはくれ、さすがに、うん、よし、超うまい、助かる、おお2以上だ、まあ、2以上やけどな、うん、さあオペレーション2万さん行こう、一応これが1回目なんで、まあ、勝利の道グースしたっすね、助かる、オッケー、さあ来た、チャンス目とか来て、チャンス目とか呼ぶ位置、チャンス、あー通った、よし、天才、よ
やー勝手に良かったから来ないかと思ったらねえ面白いでしょ。ここまで来るのよ。あー綺麗。はいありがとう。これで左視線もあるから AD。 この辺何が面白いってね、もう設定されないんですよ AD 入ったら。1万2000円かかっちゃったけど AT 入るのは全然 OK。 来たー楽しいやつー、楽しいやつ来たよー。はいはいよー。ここからもうストックない状態。まずは10セット取る感じやね。ふざけんなよ、信じられない。なんで2連続で引くの左を。66%よし OK。 あーぶねー。いやまあまあこれ込みで 95% ぐらいあるんで継続率いいんです。そういうこと忘れよう。おい、いいね、ダッシュ入ってるやん。2以上出ました。2以上あ、俺もこの前2以上からだんだん上がっていたからね。本当？パンキージャグラー朝一1万円使って、ノーボーナス。まあ終わりだね。やっぱりジャグラーは解禁しちゃダメやったな。まだ早かったな。いや、どうしようと思って一応店内見たら50番入ってて。ちょっときついやろ、50番まだ早い早い。でも1万円ないからアクロスケでいいやん。50番きつ。これと50番やばいやろ。負けあるで、負けあるで、マジでちょっと落ち着けって感じ。うん、さすがにさすがに。これよかったらいいんだけど、まあ2位じゃんから。まあ、まだ分からんしな。分からん。じゃあ1回落ち着く。今ちょっと腹渡り逃げ繰り返ってるからもう50番とかしかないからって。いや、まだそんな1万円じゃまだ早い。じゃあ冷静になります。うん、1回落ち着こう。分かった。うん、じゃあちょっとなんか落ちます。はい。あ、タバコ吸った方がいい。タバコそうか。そう、あれ落ち着いた方がいいね。はいはい。あぶねえ、よかったまだ相談来てくれて。まさに50バットね、幼女はやりすぎよ。たどり着いたのはドンツー。ドンツーはいつも僕を救ってくれた。うん、困った時のドンツーということで2万円目が今入っております。もうお金入れたくない。ちょっと早く当たって。俺 A タイプ朝から打ってるのに今日当たりゼロだから、ふざけんじゃないよ。はい、マジ下手すぎるわ。322枚、ここ最近で一番下手だわ。1000枚どころか500枚も出てない。実にまずいよ。あー、そろそろいいやろ。おい、そろった。よーし、1番だった。読む1。おーよし、おらっしゃー、メイク幼女大好き。幼女に愛された男や、今日は。ここで1700枚出せば OK なんよ、ちょうどいい。どうすか、これ本
見つけたわ。で、出たりした。今までね、3連とか6連しかしなかった。あ、今19連したから。19連ビール停止打法って言うんだけど、ビール停止打法先に教えたけど、ここはもう待ちダメよって、待ってね。で、レバー叩くよ。そしたら戻っちゃう。100% 100% か。それでも 100% やったら無限に続くんじゃない。細かいね。俺今ちょっとスロットに対してすごいネガティブやからね。2枚ながら本通幼児より入ってる。そう、幼児より入るよ。今100枚ぐらい2万使って。どうしたらいい。まだ慌てる時じゃない。まあそうやね。うん、抽選待ったらきついな。いや本当こうなるよ。抽選勝てば勝てるのに。わかるわかる、最悪だよ。今、2万入れて、まあ200万円、800万円ぐらい負けてるね。お兄さん、はい、養女、あなた、ポンポンって当たって、また AT 入ったんで、うん、ほぼトントンの状態から AT かな、今から。あ、今まだ、今からやるんですか。今から、うわ、だから、パスカル、期待値1000枚ってあるから、それが出れば、トントンになる。わかる。今まで百何十回できたけど、守りに入るわって時絶対2万負けるよね。なんなんだろうね。読まないんだけどね、2万はね。おかしくね？って思ったんやけど、前回やっぱ川根で俺6しとって、うん、やっぱね、一回楽すると人間ダメやね。それ楽してるから、なんかこう地に足がついてないっていうか、ふわふわしちゃう。ずっとふわふわしてた。なんかやっと、あ、なんかいや違うわってなって、自分にずっと言い聞かせてる。地に足つけなダメや。うんうんうん、女子高生みたいな感じで地に足つけてこっていう自分に地に足つけてこ。いいこと言ってないけどちょっとキモいね。暇ないよ、働き。ちらっと見たんだけどさ、ファンキーがなんかワンチャン分かんないな。ファンキーめっちゃ当たってた。なんかさ、ビッグ引いてんのかなと思ったらさ、負けも引いてんじゃん。はい、俺が最低1万円使って400何本まではめたのに、その後出とる。スパパパパって。なんでな、あのドンツボやめたら出るって。多分せやろ。どうしたらいい。ありがとうございます。地に足つけてこ。幼児相手教えてください。幼児したいですか。いや、悪いかもしれないね。いや、ドンツーとか打つよりいいよ。ドンツーにも言うと1枚入れてこ。ジャグラーに1枚、ドンツーに1枚入れてこ。うん、変だよ、なんかやってくる。おかしいよ。で、板屋先に開いたんです。まあ、なさそうやからね。ないないよ、ないよ。言っていい。他にないもんね。マジでない。まさかの W 幼女。幼女最高。いやー、マジやっちゃってるやん。終わるねー。まあでも戻せばいいんだよ、ここから。そうね。ただこの5回のラッシュを殺したのはね、罪だよ、俺。これは何。アニメ。アニメ。まあ、幼女が戦争に行くみたいな。全然違う。違うかい。生まれ変わってって感じだよね。出た出た、すぐ生まれ変わりよるよ。異世界転生だ、いわゆる。俺も生まれ変わりてえな。幼女にジャスティンしよう。うわー、きつい。なるべく幼女っぽい飲み物買ってきた。それやわ。やっぱイチゴ俺やろ。俺ミスターはリアルゴールド飲んでるもん。全然違うね。中金とイチゴ俺。真逆の存在よね。幼女の味するもん。欲しいな。まあ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 。あーあー、それきついやつ。地獄の果てまで行くやつや。一気に飲まれるやつ。そうだよね。よいしょ。なんか探してくるわ。これはどうしたらいい。 AT 一回入るまで行くでしょ。そうだよ。あー、ほぼほぼトントンかな。やばいね。とりあえずね、マジで AT 入れるの上手くなかったら爆死してた。そうだね。すごくない、マジプラマイゼロみたいな。ちょうど着地して終わった。でももったいないよね。 AT めっちゃ入ったのに3000枚ぐらいあってもおかしくないね。ちょっとなんか探してくるわ。はい、お願いします。はい、移動してきました。ゲッターマウス持ちメダルは600枚使って600枚返ってきてみたいな感じですかね。行きましょう。一旦ここでクールダウンだな。まあ、ちょっとでも増やして、今朝一だと思った方がいい。でもあとは中金様様子見てって感じかな。飲まれちまってもどうしようもないってなったら、まあパチンコになるかもね。4枚目マジで一発全部ビスっとる。もう朝から
もうまずいって。くわーマジか。やっぱ。いや非常にまずいですね。ただもう AT は近いと思う。いろいろポイントも溜まってるし。よし、これ最後5枚目。絶対入れるこれで。4万2000円かかりまして。あ、入ったね。祈りポイントから。あ、マックス AT 直撃。直撃しまして。うん。頑張ったね。めっちゃ頑張ってさ。よ、頑張ったよ。150枚。うわあ。何あれ、下打ったらそうなるよ。半分は勝てよ。しかったな。いや1000枚は出るよ。そしたら今5万か。俺は終了やな。1万2000。もう終了ですよ。いくらプラったんだっけ。3000枚ぐらいじゃない。3000枚ぐらいか。前回までの勝ち分計算したら、はい、4437枚今買ってるんですよ。 4400?だなんだ、めっちゃ勝ってるやん。今4万、俺が今4万2000円使っちゃって、うん、150枚ぐらいでしょ。鼻くそやん。まあちょっと半分ぐらいはなくなっちゃったってことやから。そうそう、だからこれをどうするかね。俺この店でスロット何言っても勝てんのよな。なんかね、磁場がちょっとね。磁場悪いな、ひどいよ。だって今日俺最高出たもん、うん、ドンツーの230万。まあまだ時間はあるから、ちょっと俺がもう一回増やすわ。ゲットまで。うん。俺はどうしてる？喫煙所かな。おい。めっちゃ歌い出したよ。押しま、押していない？はい。イエー。おい、ふざけんなよお前、歌ってお前、何やそれ。でも今の外しはね、俺ハマりの合図な気がするわ。ちょっと周り見てみるか。うん、多分入れた分帰ってきたぐらいな気がする。どうした？下頭来てます。どうした、どうした？ガスが止まってきた。ガス爆発。なんなんそれ。もうさ、パチンコだよ。理想的に言うと、覚えてる？ゴジエバで俺ら二人ボコられたやつ。あ、もちろんもちろん。ゴジエバでこれ最後買ったらめちゃくちゃいいよ。ね。わかりました。じゃあゴジエバ、開くの待ちます。が。さあ、というわけで、はい、ゴジエバ打とうつって来たんですけど、ちょっと空いてなかったんで。やっぱりね、2対2の戦いは勝てない。2対1でいこう。全く同じこと言おうと思ったよ。やっぱ俺らやばいね、一心伝心だからもうエヴァ単体をぶっ倒してやろうと思って。そう、ゴジラで俺と2-2になっちゃうからね。よくないよね、やってやろうや。そうで、僕が、はい、390枚ぐらい回収だったんで、はい、マイナス170枚ぐらい。僕が165枚回収。うん、2人合わせてまあ2000枚ないぐらいでしょ。そうですね、マイナスで言うと。はい、でも満発でいいんですよ。よし、だぞ。 マジでやりましょう。1万円1本勝負ね。はい、 GO! 一回ちょっと引き締めよう。そう、地に足つけるか、うん、地に足つけてこ。出た JK。 何回転ハマり。あー、いい頃合いだね。そうね、通常へのゾーン狙いって感じかな。ちょうどいい。やっぱエヴァって300超えたらもう一生ハマる気するから、俺の中で。俺のちょうど300超えてるんだ。一生ハマる。それやめろよ。そういうのを超えてく人間でしょ。まあまあね、頑張ってー。おいやん、あれよ、これある。上段に。おー、惜しい。これは、これは、さあ、発展。大したことない。いや、全然あるよ。あれ、あれ、え、ストーリーやん。え、そう、ストーリーだよそれ。熱い、熱い、熱い。え、ストーリーやったらあるよ。せや、せや、なんもなかったよ。
あれマジあるよ。どう、いやストーリーはマジでワンチャンある、マジでワンチャンある。2000円とかよまだ。いやもう全然わからんけど、えっ、踊ったよ、おめでとう。すげえ。嘘だろ。はいよ。本当。当たる当たる。こんなんで当たるん？当たる当たる。エヴァやもん。ありがとうございます。よっしゃー。天才だわ。やったー。やったー。これよねエヴァはね。マジでラッシュじゃないか。来た。絶対入れる絶対入れる。よーし。絶対入れとこよお前おい。スマイル新次君。頼む。俺は本当に。笑顔、シェンジ君頼む、止め、止まる、止める、超えて、超えろ、やり、やり、やり、くっ、大丈夫、ラウンド中とかあるから、時短もあるし、大丈夫、あ、開かないね、ダメ、時短で入れよう、はい、時短で入れます、任せてください、やっぱエヴァ1体やったら、ちょっといけるかも。もうちょっとうまいね。弱いかもやっぱり。そう俺らはね、正当に戦う必要ないんよ。そうなんや、ずるしでも勝ちゃいんよ。そう、卑怯な手を使って。どうした、あっつ、あるよ、めっちゃ熱いだろこれ。中先生、あ、大丈夫、あれどういうこと。いや、あ、いいねいいねいいね、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、あ、後半行くやつ、いやもう外れていい外れていい、で、暴走、あ、なるほどなるほど、頼む頼む、え、終わったやん、暴走やって、暴走暴走、やば、きたー、マジかよ。よし、翔さん、万発出しますわ、あたーす、はい、やりよったぞ、こんなうまくいくんか。そうや、やっぱりラキさん、悪いことばっかじゃないよ。今日の全部許せます。たまらんな、あ、気持ちいい、パチンコパチスロ最高です。マジおもろいな、マジおもろいです。俺たちエヴァやったわ、エヴァでした。あ、皆さんおはようございます。多分今日僕ほとんど動画出てないと思いますんで。はい、僕いました、実は今日、はい、いや今年も盛り上げてくれるね、長銀さん。やりますよ。違うね、やりますやります、完全出る流れやもんな、はい、これで出ないはおかしいです。ありがとう、オッケー、ナイス、2連目3連目、北海道のみんな待ってね、頼む、よいしょー、風吹いてましただよね。動きなさい、動け、そうだ、よーい、カオルくん、カオルくんおはよう、カオルくんもういいよ、おいで、カオルくん、カオルくん、なんか…なんか…いやー、ダメかー、そうか、7965、まあでもでもでも、いや十分でしょ、投資考えたらまだいけるね。そうね、まだいけるね、もう一発目出すか。俺は今ちょうど飲まれた、これでジャスト3万だな俺今。まあトータル分で 言ってもまだ勝ってんよね。勝ってはいるよ。あ、ちょっと行くか、行くか、 OK、 当たるやろどっちかだと思う。 OK、 4枚目、まあもう一回当たりまででしょ本当に。ああ、そうね、あ、もう本当にあのダメでも、じゃあそれで一回ストップするか、どっちかだったら。はいはい、でもおったやん。そうね、お、よた話をしていたら、あー、レイちゃん、レイちゃん、嘘、7400、やっば。初めて見た、よし、ドプレミアムだこれ、すごい結構映像的にやばい、やばい、いいね、そう大人のキスなんよ、
それちょっとよくわからないけど俺見てないからごめん。マジやばい。やったよやったよ。とんでもないの引いたね。やったったぜ。伸ばすよ。これは伸びるだろう。チャンスくれくれんか。うわーやっちまったー。うわーなんでだよ。あんなドプレミアムで当たってからさ。いやーきっつー。いやー帰るか。あと1枚これしまった。行くか。お家行くかとかそのうんいいえとかの前に、うん、あと1回入れたら当てたら終わろうやそうしよっかって。そう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 さん。お辞儀終了しまして、まあいろいろ、ね、いろ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 あってね。お先に結果の方からいますか。僕からいきますか。はい、はい、パチンコスロット全部、投資合わせて44,500円いったね。はい、2047枚。はい、で、スロットの回収が165枚、うん、パチンコの回収が515枚。あ、まあまああったのか。はい、玉数でいうと2800発ぐらいあったんで。おお、まあまあまあ、はい、まあ、それなりにあって1367枚のマイナス。マイナスと。なるほどって感じですね。で僕か。はい、なんでこうなったのね。うん、5万。2300枚。2300枚。玉ゼロ。はい、玉ゼロ。暴走してやろうか本当に。ただメダルがね。そう、はい、メダルが390に回ったんで、はい、マイナス1908枚。はい、マイナスの、はい、3275枚。はい、なのでまあこの5回やって、はい、プラスのね、はい、1162枚。どうやって北海道行けるの。ヒッチハイクでか。海渡らないか。青函トンネルぶち渡らないかんけど、まあでもプラスはプラスで終われたんで、もともとね、うん、まあ負けてもいきますって言ってたんで、まあちょっとここからまあまあ自腹投じてもいいだろうし、9大点かなとは思いますので、うん、プラスで終われたない。はい、ただですね、はい、僕としては2023年ちょっと全勝っていうので行きたかったですけど、 あれでいいんじゃない。何ですか。シーズンごとに開けたらいい。あ、なるほどね。ここでもう一回区切ってまたってことね。もう実質全勝やから。まあそうね、俺ら繋がってるから強いね。今日で終わりじゃないから。まあまあそうだね、まだ全勝中、まあ、ということで、うん、まあやっぱり抽選負けて積もれなかったらちょっとね厳しいね。今後はね、まあ、抽選負けた時にどういうふうにしようかみたいな新たな課題がね、そう生まれたね。ちょっと話し合いもしないと、うん、でも抽選負けてそのまま本当に負けてたらもう抽選だけが勝負みたいになっちゃうからね。あと僕はね、はい、パチンコスランプ、はい、いやそうなんよね。そこも課題っすね。課題だね、うん、どうやったらパチンコ強くなるんだろうな。まあ課題、まあそれが分かれば苦労せんのやけどね。ね、まああのしっかりね、年末年始特別企画で恩返しっていうのをやっていこうと思いますんで、ここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いできるといいな。さよなら。バイバイ。待ってろ北海道。すごいな、めっちゃ勝った人の言い方やんそれ。勝ったぜ。勝ってないのよ。1100枚。勝ってない。